オムライスにはたっぷりの卵でピラフを包み込むタイプや、ナイフで割るととろっとろの卵があふれ出すものなどなど、いろんなタイプのオムライスがありますが、今回注目したのはこんなオムライスあるんですね。シュワ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 って、一口食べたらあなたも虜に。シュワシュワふわふわのオムライスです。訪れたのは宇部市の国道190号沿いにあるカフェレストランダンクス。開業から30年、ご夫婦2人で営んでいて、店内は昭和の雰囲気漂う落ち着いた空間です。超ふわふわオムライスをなぜ作ろうと思われたんですか？10年ぐらい前に深夜番組を見てて、ふわふわなホットケーキってすごく流行ったようなやつが、オムライスでもこのふわふわができたら面白いだろうな。その作り方を見せていただきました。でこれを入れて卵白を泡立てるんで、超ふわふわができます。泡立てに使うのは業務用のスタンドミキサーです。卵白を泡立てている間にピラフを作っていきます。具材はシンプルに鶏胸肉とマッシュルームのみ。ご飯はたっぷり 300g です。ボリューム満点ですね。お腹いっぱいになりそうですね。ここで塩コショウですね。ケチャップで味付けたピラフをいよいよふわふわの卵で包み込む、と思ったんですが、でこれはここまで。残念、見せてもらえないんですか？実はピラフを卵で包むところが超ふわふわを出すために最も大事な工程だということで、企業秘密だそうです。ここがちょっと気になってたんですけどね。しかしこの日は特別にもう少しだけ撮影させてもらいました。そうです、そうです。生クリームを入れた黄身と混ざります。もうここまでです。ということで、作る工程はここまでです。この後どう仕上がったのか、完成品どうなんでしょうか。お待たせいたしました。口どけ卵のオムライスです。大きいですね。はい、卵がとてもふわふわに膨らんでいるので、すごく大きく見えます。でスプーンでこうすくうときにシュワシュワーとした感じが伝わると思います。ではちょっとスプーンを入れてみます。あ、すごい繊細な音、シュワ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 って。どんな味なんだろう、気になりますね。なんかすごくきめが細かい感じですね。いやちょっと待ってください、こんなオムライスあるんですね。もうすっごい軽い。いやシュワシュワっていうのが気になるんですけど、こうなっていくと一番気になるのは作り方ですね。そうですよね。このシュワシュワを出すために何度も試作を繰り返したそうです。最初は友達でやって全然膨らまなくて、ならちょっと分けよう、別立てにして、今のあのマシンでできるようになって、でそれからですね、ああいうふわふわ感が出たのはやったって感じです。これは本当に試食してこれはいけるやろうって。焼き方混ぜ方はもうこれは秘密ですね。苦労の末に生み出されたシュワシュワふわふわの口どけをぜひ皆さんも体感してみませんか。ではカフェレストランダンクスのお店情報です。場所は宇部市今村南の国道190号沿いにあります。営業時間は午前11時から午後2時半までと午後5時から8時まで、月曜日が定休日となっています。